こんにちは、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。先ほどですね、こちらのゲーム収録終わってから、編集して、ね、動画をまとめてってやってたんですけど、まあ、その間にですね、果たしてこれ生き残れるのかなと心配になりまして、ちょっと先が気になるので予定よりも早めにちょっとプレイを再開してしまいました。コインがこんな感じか。わあ、始まった。やばいね、始まっちゃった。はい、お願いしますよ。皆さんの全ての力を振り絞って守ってください。ここ、よし、いいぞ。今のところ余裕だ。あ、バルサが上に乗ってますね。あの幽霊が来てますね。すごい。楽勝。あ、来た来た。見てください、あれを。あのでっかいやつ。あのちびっこを吐き出してますよね。あの親なんですよ。すごい。出ました。でも楽勝でしたね。やはりというか心配でしたけど、そう、あれなんですよ。本来だったらこれがもしその3人の高台であったら、あの大きいのはすごい耐久力あるんで絶対突破されてますね。あの壁見ました？あのうんとか言ってパンチしてましたよね。あれをですね、何回も何回も、ずっと殴っていくんですけど、そうしたらもう、イチコロですよ、あんな壁。だから一応あそこ、近距離にこう、2枚ありましたけど、あれでも心配ですからね。これを鍛えておきましょうか。一応向こうの壁が突破される前提で準備していかないと、ダメですからね。で、何をしていくかというと、右側はあと壁を撃破すれば終了ですね。なのでそれをいかに効率よくやってしまうかというところになります。まあ結構終わりが見えてきましたね。まあなかなかの壁を突破されることも考えにくいので、エンディングが近づいております。この島を去る時は来たのかもしれません。もうこれがいいですよね。これ弓が突き刺さってますよね。これはここで弓兵が攻撃されて弓を落としてるんですよ。そういうなんかこう戦いの歴史が残ってますね。次の作戦立てましょうか。ここに壁を作れるのと、でここにポータルがありましたね。これですね。あ、はいはいはい、もうここが壁なんですね。壁だと。でここにも盛り土がある。でもやっぱり決め手になるのはあの高台のバリスタなんで、岩がないと不安なんですよ。だからこれですね、これが拠点になる感じですが、どうしような、どうしような。これはちょっと特殊ですね。ここに作ってもいいけど、でも作った方が収入は増えますね。この辺ウサギいっぱいいるんで、活動範囲は広くしてあげた方がいい。というかもうクリアできそう、というかもう脱出してもいいんじゃないかなって感じですね。ちょっとこの夜様子見て、あまりにも楽勝だったらもう出兵させましょうか。しかもこれ別にあそこの壁壊さなくてもいいですからね。いつでもその船の準備ができたらもう行っちゃっていいんですよ。それはプレイヤーさんのさじ加減。来た、ゆっくりと来た。バリスタさんお願いします。
ほい。はいはいはい、これ来たよ。でかいのも来るかもしれない。さあ、うん、来た。勢いがいい、勢いがいいぞ。いいね、いいね。何でしたっけ、この岩の装置。名前どう忘れちゃった。あれが大活躍しましたね、今。あ、楽勝、21日目。よし、行こう。新天地。君たち、大丈夫かい？お腹いっぱいっぽいですね。見届けましょう。さあ、どんな戦いになるかな。こっちはですね、歴戦の勇者ですから、こんな大きい壁があったとしても怖くないんですよ。見てください、この連射。私も2人いますからね。1人倒されてもまだ1人いる。これはいけそうな雰囲気だ。襲われてますね。さみだれさみだれ。これはクリアですね。濃厚です。そろそろ夜になるな。夜になったら普通に敵がワンサか来る可能性もなくはない。いいですよ、勢い的にはかなりいい。あ、今コインが落ちましたよ。あんな感じです。あ、自分で落とされて自分で回収しました。賢い騎士ですね、あれは。さらにはですね、この騎士たちはそのコインが好きっていうのはまあ分かったんですけど、もらったコインで何してんのかっていうのが気になるんですよね。おお、仮面ありよ、人たちで。おーおーおーおおおお、かっこいい。あ、なんか取られた。あー、犬取られた。あ、なんか怪しげな石が浮いています。はいはい、なんだ。すごい浮いてますね。おお、突き刺さった。いやー、すごいですね。あ、ここも工事が終わったということで、壁ギリギリです。平和が訪れました。なのでもう敵はやってこないんですよ。でもうこの町を、町っていうかこの島をガンガン開発してどんどん強くなってもいいんですけど、実は壁復活するんですよ。わーいわーいと思って油断してると3日後ぐらいかな、2日後3日後ぐらいに普通に復活してまた敵を排出し始めるんですね。だから、まあ、あとはここを脱出するしかないんです。あそこの壁壊す、しばらく平和で、また復活撃破、復活撃破の繰り返しなんで、で私も去る準備をするんですが、おばあさん探してるんですよ今。おばあさんどこ行ったんだろう。え、おばあさん連れてかれたのかな。ちょっとなんでかっていうと、船におばあさんの乗せていけるんですよ。で、おばあさん、おばあさん大好きなんで、バリスタばあさんは必要です。まあ、いなければいないでこのまま行きましょう。あ、ちょっと秋っぽくなってきましたね。で、騎士兵を出兵させると、船に乗り込んでもらえるんで、2部隊ですね。そうすると次の島でも、まあ、いきなり騎士兵がいる状態になるんで、すごいいいアドバンテージですね。
ああ、おばあさん連れて行けなかったか。後ろ髪を引かれる思いですが、行きましょうか。乗り込みましたね。はい。22日ですね。かかりました。2つ目の島、無事脱出です。よいしょ。で、最初がこの島で、今選べないか。ここクリアしたんです。次は3つ目のここに行きます。ということで、動画はここで一旦締めさせていただきます。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。